テキトチャンネル It's me, Mario。 今回はですね、スーパーマリオブラザーズのマップで視聴者さんとコスプレをしながらアスレチックやっていこうかなと思います。で、今回遊んでいくこのマップすごいよ。ほら見て、めっちゃマリオ。これブロックとかめっちゃクオリティ高くない？そう、このね、スーパーマリオブラザーズのマップを視聴者さんと、マリオ系のコスプレをしながらやったら楽しいんじゃないかなと思いまして、今回動画撮ってます。どんなキャラのコスプレが来るか楽しみな方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。じゃあ今からね、一人ずつ、コスプレした姿を見ていくので、じゃあまずはアイカさん行きましょう。 Here we go。あ、ちなみにね、私マリオの真似別に上手くないんでよろしくお願いします。そう、今回はね、第1回ということで、まあ、ちょっとね、有名寄りなキャラクターをお願いしてるんで、まあ多分皆さんが知ってるキャラクターがいっぱい出てくるんじゃないかなと思ってます。じゃあ行きますよ。まずは1人目、アイカさん。 Here we go。 このマップそんなに重くないと思う。あ、来た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 。さあ誰だ。あ、ちなみに私マリオです、よろしくお願いします。お兄ちゃん、お兄ちゃん、ちょっと可愛くない？ちょっと待って、あれ？これ私のお兄ちゃんじゃないですかね。身長縮んだ？ちょっと一回聞いてみよう。お、アイカさん、もしかしてルイージですか？あ、ルイージです。やっぱりマリオ。よし、これでもうスーパーマリオブラザーズ揃った。これで一応もうスーパーマリオブラザーズとしての動画はできるな。さあさあさあ、じゃあ続いていきましょう。いや、ルイージ嬉しいな。いや、これかぶりそう。どうしよう、俺マリオ1人、ルイージ5人とかなったら。めちゃめちゃ怖いな。え、じゃあ3人目、ミジンコさん行きましょう。来た。さあ、ミジンコさん。どんな格好しているのか。さあ来る。あれ？見えねえ。あれ見えてない。ああ、おお、あ、かわいい。めっちゃかわいい。ピーチ姫。これはもう聞かなくてもわかる。ピーチ姫だ。そう、姫。ブラザーズいますよ、こっちに。こっちこっちこっち。あ、来た。じゃあ、ピーチ姫。こっち。こちらへどうぞ。クッパに見つからないように。やばいな。今回クッパ来たらやばいよ。クッパ来たらピーチ姫さらわれちゃう。でも安心してください。え、な、なに、どういうこと？ねえ、ピーチ姫自殺したんだけど。あ、来た。ピーチ姫。やめてください、そういうことするの。あー、シナさんに送っちゃった。もう間違えた。あー、シナさん入ってきちゃった。じゃあ、シナさん。4人目、シナさん。もう、入りましょう、じゃあ。間違えて招待しちゃって。おい、え、誰だよ。誰？あ、わかったわかった。おい、これ、これクリボーじゃない？これ。これクリ、これクリボーじゃない？最初ちょっと、マリオの真似してんじゃねと思ったけど、この頭の帽子のデカさ、これ、マリオだぞ。ま、え？あ、マリオじゃねえ、クリボーか。クリボーだぞ。クリボー、そんなおしゃれな頭してたんだ。じゃあ5人目、ミリさん招待します。さあ、ミリさん、今んとこ、でも今んとこ被ってないな。被ってないし、めっちゃ主要キャラ揃ってる。マリオ、ピーチ、ルイージ、クリボー、そして、さあ5人目なんだ？じゃん！あやばい。もうピーチ2体目来た。守りきれねえ、もう。もう。ベイビーピーチ。あ、じゃ、被ってないじゃん。そう、なんかベイビーピーチっているよね。なんかマリオカートとかにいた気がするけど。ベイビーピーチすごい。ピーチがいると見据えてベイビーを選んでくるセンス。これ素晴らしいですね。ベイビーピーチか。お、ウエさん来ました。さあ、さあこれ、ピーチ3体目になったらさすがにやばい。クッパもちょっと、ドン引きする。さあ、なんだ。え、誰誰、マジで。とうとう、わからんやつ来たわ。ちょっと待って、え、本当にわかんない。これマリオじゃないよね。マリオは俺だもんね。いや、でもマリオのヒゲしてんだよな。あ、待って、ファイヤーマリオじゃないこれ。え、これファイヤーマリオ説ある。ちょ、聞いてみよう。ウーさん。それもしかして、ファイヤーマリオ。マーリオ。ファイヤーマーリオ、いるか？来るか？どうなんだ？ファイヤーマリオ、すげえ！いや、これすごい。めっちゃセンスいい、ファイヤーマリオ。
ちゃんと大きいしね。俺が多分ミニマリオでキノコ取って、さらにあのファイヤーフラワー取ったら多分これなんだよ。すげえ。てかめっちゃ似てるし、顔顔めっちゃ似てるし、マリオ。じゃあこっち来てください、ファイヤーマリオ。いや、ファイヤーマリオの方が強いからな。もうクリボーワンパンだから。すげえ。え、マジ今んとこ被ってないじゃん。よし、じゃあ次、ワッカナさん行きましょう。7人目ワカナさん招待します。あ、来た。さあ、7人目ワカナさん、何のキャラクターだ。お、はあ、待って、一番可愛い姫来た。え、一番可愛いんだけど。え、なんかあそこでハッて言ってるやついるな。いや、これめっちゃ性格、え、でも待って、ちょっと一回、え、待って、他にね、結構ね、マリオっていろんな姫いるんだよな。一回聞いてみよう。あの、若菜さん、ピーチ姫ですか。ピーチ、かわいい、一番かわいい。ちょっとこっち来て。さあ、ついにピーチかぶり来ましたけど、え、一番かわいい、このピーチ。めっちゃ性格良さそう。見てこれ、ほら、性格悪そうな顔してますよね。ベビーピーチはまあね、可愛いし、こっちも可愛い。いや、ピーチ3人やばい。ちょっとルイージどうする。あ、でもマリオ、ファイヤーマリオいるから、このマリオルイージでまだ守りきれる。1人1姫になればまだ守れる。さあ、8人目、ユウさん招待していきましょう。あ、待ってきた。さあ、8人目ユウさん。え、なにこれちょっと待って。あ、分かった。あ、分かった、すげえ。待って、これすごい。これめっちゃおもろい。これめっちゃ面白い、これ。え、めっちゃ面白い。ちょっと壺に入る、これ。やば。ちょ、こっち見ないで。これ、ちょっと聞いていいですか。これ、ヘイホーですよね。違うかな。ヘイホーやばい、これめっちゃ可愛い。ちょっと来て、こっち。めっちゃ可愛いんだけど、ヘイホー。ちょっと見て、ヘイホーわかる、みんな。めっちゃ可愛いんだけど。めっちゃ可愛いよね、ヘイホー。やば。え、めっちゃ可愛い。ウケる。ふんどこ、べし。やばいな。ヘイホーやばいな。ウケるな。あ、さあ、9人目ルルカさん来ました。さあ、何のキャラクターだ。じゃん、どうだ。お、あ、待って、名前やばい、名前なんだっけ。え、待って、めっちゃ似てる。めっちゃ似てる。めっちゃ似てる。めっちゃ似てた。あ、やばい、やばい、やばい、めっちゃ似てるとしか言えない。待って、名前、あ、すげえ。待って、クオリティクソ高いぞ、これ。ちょっと聞いていいですか。待って、名前なんだっけ。ちょっと間違ってるかもしれない。初、こういう系の動画で初間違えちゃうかもしれないけど、確か、コメットじゃなかったっけ。なんだ、やばい、間違えてるかも。どうしよう。なんだっけ、なんですか。カメックだ、カメックやん。やばい、初間違えてしまった。いや、でもキャラクターは知ってるからね。ちょっとこっち来てください。カメック、すごっ。待って、でもさ、なんかさっき見たらすごかったけど、なんかこうやって見るとやばいおじさんに見えてきた。なんか並ぶとやばいおじさんだな。いや、すげえ、似てるよね。やば。じゃあ敵キャラやばいな。さあ、じゃあ次は、あ、最後ですね。じゃあ青炭酸さん、行きましょう。さあ、12名青炭酸さん、なんだ。さあ、ラスト、どういうキャラで来るんだ。さあ、楽しみ、ドキドキ。もうドキドキすぎて目がね、もうバキバキですよ、マリオ。さあ、なんだ。これは青炭酸さん、ついに別の姫なのかちょっとマリオ事情詳しくないんだけど、これわかるぞ。名前がね、ちょっとあやふやなんだけど、青炭酸さん、それ、ね、ロゼッタじゃないですか。ロゼッタ、よかった。でロゼットだかちょっとね、今怖かったんだよね。ロゼッタ、こっちおいで。よし、じゃあ並んでもらって。かわいい、ロゼッタ。あ、なんかキラキラしてる、頭が、フケがすごい。クリボー、ルイージ、ピーチ姫、ベビーピーチ、ファイヤーマリオ、ピーチ、ヘイホー、
カメック、カメック、ロゼッタね。いや、すごい。確かに、結構有名どころが揃ったね、今回は。第1弾はね、有名系で揃えて、第2弾もしやるとしたら、めっちゃマイナーなの。攻めましょう。やっぱりね、そのスーパーマリオブラザーズの、これアスレだよね。そう、アスレチックなんですよ、ここ。で、スーパーマリオブラザーズの、この今回来たキャラクターの中で、誰が一番早いのか。やっぱり皆さんはね、マリオとか、ルイージが、早くゴールすると思ってるんでしょうけど、もしかしたらね、このね、カメックとか、クリボーが早いかもしれない。誰が勝つのか、みんな最後まで見ていってくれ。さあ、行きますよ。じゃあちょっと会場へ移動しましょう。さあ、おいで。なんかね、一人ずつ見るとめっちゃ似てるんだけど、バラバラ、全員集まるとなんか、ちょいちょいバケモンいるんだよな。よし。じゃあ飛んで、じゃあ、私が合図したら、行きましょう。じゃあ行きます。そう、スーパーマリオブラザーズマップ、楽しんでいきましょう。そして、1位目指して、頑張っていきますよ。1位が、次回のスーパーマリオブラザーズのゲームの主役になります。位置について、よーい。Here we go! 来た!さあ、来ました。いやーでもね、一人ね、実はこれアスレチック上手いやついるんですよ。なんで、それから逃げたい。よし。やべ、早い早いな、ピーチ。このピーチ、あ、クリボーいる。パッパッ。そう、これクリボーなら任せろ。ちょっと待って。じゃあ、くそ、やばい、姫が、お、姫めっちゃ来てる。姫うめえ。よいしょ。やばい、パックに触れたら死ぬ。あ、やばいやばい。そういう罠もあるんだ。え、難しい。これセーブポイントさすがにあるよね。さあ、土管を通っていって、セーブポイント。よし、ワールド2。ってことはこれ、ワールド8まであるのかな。ワールド8までありそう。さあ、ほあ、これあれじゃん。のこのこ、あ、トゲゾウ、トゲゾウ。やばい。あー、これ怖え。これクリアできるかな。やばい、後ろからクリボー来てる。クリボーには負けらねえ。え、ぶつかっとるやん、クリボー。あ、クリボー、クリボー、なんだなんだなんだ、クリボー。クリボーめっちゃ強いのか、当たってるのに。さあ、セーブポイント踏んで。あ、次なんかこれ砂漠。あ、ワールド2って砂漠だっけ。さあ、砂漠ゾーン。待って。前、ピーチうめえんだけど。前のピーチうますぎない?よし、こう通ってって。さあさあさあ。で、ワールド3、来た。ワールド3は氷か。待って。ピーチたち、え、ピーチたちうまない?それとも落ちちゃったのかな、ピーチ。あ、ピーチ落ちてるわ。ってことはこれ、俺1位説あるな。俺1位だったらめっちゃ嬉しい。あ、これ絶対、え、これぶつかっていいのかな?これワンワンか?あ、違う。なんかこういうやついたよね。やばい、名前わかんない。これ、ちょっと誰か名前教えてください。あー、出たこの。いやー、さすがに!やばい、ルイージ来てる。ルイージ兄さん来てる。ルイージ兄さん来てる。よしよしよし。危ない。よし、よいけいけ。よっけ。で、どこ行けばこれ登れるかな?よし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 。で、なにこれ?これ全然知らねえペンギンいる。全然知らねえペンギンいたわ。さあ、裏ルートを通っていく。そして、セーブポイント踏んで、やばい、ルイージ兄さん、僕が勝つよ。あ、くっそ、ルイージにやられた。あ、花ちゃん。え、花ちゃん、すご普通にこれ。めっちゃうまい。花ちゃん、まんまやん。花ちゃんって合ってるっけ、名前。来た。これは、踏んだら、開くんだよね。開くから早く行かなきゃいけない。開くから早く行けない。よし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 。で、セーブポイント踏んで、ワールド5。やばい、そろそろゴールしてる人出てきそうだな。ノーミスで行ってる人でもいないんじゃないか。よし。ワールド5、これなんだ?どういうステージだっけ?なんか海賊船みたいなステージかな?さあ行って。うわ、なんか怖い。何これ?出たー!でも俺これ得意なんだよね。ほ、待って、テレサいるやん。え?なんか、あれなんかテレサこんなんだっけ?テレサこんなんだったっけ?よし、来た。ほ、よし!あ、キラーだ!すげえ!キラーすごい普通に。え?しかもちゃんとこの、え?すごい!キラーが発射されてるのもちゃんと再現されてる。よいしょ!このキラーを踏んでいって、よいしょ!ふんキラーの腕に助けられた。あぶれ。で、ほっ!よし!あ、クッパ城だ、すげえ!いや、これゴールじゃないな。多分これ、これが最後の戦いだわ。うわ、クッパちっちゃ!あ、これクッパジュニアか。ちょっと待って、クッパやば見た目。もうちょい見たかったけどね。クッパもうちょっと見たかったけど、見る時間ねえんだ。これ勝負だからさ。ゴールかもしれん、ゴールいける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 。ゴールない ?1、2、3、4。4位かこれ。4位か?あ、てかピーチ抜かしてるわ。やった。来ました。ピーチ抜かしました。これは完全に。うざ、
うぜって言われた。おい、お前、一生助けねえかんな、クッパから。え、今ちょっと順位順に並ぼう。1位誰？待って、カメックやばい、カメックやばい、それ。カメックそれやばいわ、さっき。く、あご。やめて、そんな顔で見ないで、私を。はい、というわけでね、1位は、私の偉大なる兄。あれ？弟だっけ？俺ずっと兄って言ってたけどさ、ルイージーがさ、弟だっけ？ルイージー兄だか弟か、弟だよね。もうなんか勘違いしてたわ。やべ、偉大なる弟ですね。弟さん、私の弟ルイージーが、このマップで1位となりました。素晴らしい、さすがルイージー、弟よ。ちょっとさっきまでルイージーのことお兄さんだと思ってたわ。そして2位が、さすがファイヤーマリオ。ファイヤーマリオちょっとでかすぎてちょっと入りきんないけど、いやー顔も可愛いし最高だね。そして3位がカメック。まあカメックはなんかね、早いイメージあるから、確かに3位は妥当かも。そして4位が私マーリオ。そして4人目が、まあまあまあピーチ姫。そして6位がロゼッタ。クリボーはやっぱダメだったか。クリボーはやっぱり第一ステージしか通用しなかったな。はい、というわけで今回はスーパーマリオブラザーズの秋田。ヘイホーヘイホー、どこ行ってたのヘイホー。ヘイホーはね、ちょっとクリアできなかったみたいですけど、いや可愛いんでね、皆さんヘイホー可愛いなと思ったら高評価ボタンポチッとよろしくお願いいたします。可愛い。はい、というわけで今回はスーパーマリオブラザーズのキャラにコスプレして、アスレチック、スーパーマリオブラザーズのアスレチックで遊んできました。いや普通にねクオリティも高いし、このコスプレのクオリティもめちゃくちゃ高くて可愛かったんで、皆さんね第2弾お待ちください。この動画が人気だったら第2弾マリオアスレやります。というわけで、チャンネル登録高評価ボタンポチッとよろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。マリオ Here we go!